はいいよろししくお願いします題名は、えー、と長嶋茂雄さんとぐじくちぺっていうちょっとふざけた感じですが内容は真面目ですよろしくお願いしますはい数々の伝説と名言を残してきた長嶋茂雄さんです「す」と,と,と,とか「ぐ」とか「ば」とか「どん」とかいくつかのこう独特な表現を使って指導してきたことはあまりにも有名ですまた ニューヨーク・ヤンキースへ移籍した松井秀喜選手を国際電話で電話越しに素振りをさせその音を聞いて指導したというような伝説も残っていますこれを聞いて皆さんどうお考えでしょうかどう感じたでしょうかある人は非科学的だと前を潜めるかもしれませんまた天才の言うことはわからないという形で諦めてしまう人もいるかもしれません ただ僕はそうは思いません。長嶋茂雄さんの指導は実はものすごいんです。このすごさを語るために今日出てきました。内容としては若干難しくなってしまう部分もあるかと思いますが、ぜひ最後まで聞いてほしいというふうに思います。まず最初のワード、こちらです。加速度的な成長という形でビジネスでも使うことが多くあります。しかし、これを数学的に説明できる人はどれくらいいるでしょうか まず速度の話からしていきたいと思います速度に関してはもう皆さん大体大丈夫かなと思います例えば車で表現しますと時速何キロというような表現をします、まあ、ですので、えーとまあ、ある距離をどれぐらいの時間で走ったのかというところが、まあ、速度の情報になりますこれに関しては、まあ、スピードとか速さという形になりますので、まあ、なじみがいいのでうんうんと理解できる部分もあるかと思います 問題なのがこの加速度です加速度は速度の速くなり方もう一気にわけ分からなくなったかもしれませんがちょっと一個一個説明していきたいと思いますまず車で言いますと途中から速度が上がりますこの時、えー、速度の変化があったので加速,し加速度は生じたということになりますもう一回いきますねこの時加速度が生じたとでもう一個例を出しますと こちらの例を出します先ほどよりも速度の変化が大きくなっています。ということは、加速度はさっきよりも大きかったというような表現になります。ビュンということで、ここで速度が大きくなっているので、加速度が大きくなったということになります。一方、もう一個の例を出すと、速度のあったものが最後減速して止まる、速度の変化がマイナスであった場合、これに関しては加速度はマイナスであるというような表現をします。 ですので、加速度は速度の変化を表しているということになります。ここがまず大事なところになります。この加速度ですが、実はあることも表しています。今見た車ですが、こう観察者ではなくて、今度ドライバーになったつもりで見てください。そうすると、速度が上がったとき、何をするでしょう。また、速度が下がったとき、何をするでしょうか。速度が上がったときはアクセルを踏みます。また、速度が下がったときはブレーキを踏む。 つまり、ここには車に力を作用させたということにまあ等しくなります。これ、ニュートンの第二法則です。F=MA イコール、MA、というまあ学生からするとうわ、出てきたという感じかもしれませんが、力と質量、力は質量と加速度の掛け算であるということです。先ほどの車でいうと、質量が途中で変わることはほとんどありません。ですので、この力と加速度というのはほぼ同じようなものとして、今日は進めていきたいと思います。 言葉を変えると、加速度が分かれば、力が分かるということになります。まあ、ここがまず、長嶋さんの凄さを語る上での、まず最初のこう難関にはなりますが、まあ、こういうことが、まあ、言えます。